まあ、でも、あの時は結構、だって試合前はどんな感じだったっけ？でもやっぱ接戦にはなるやろうっていう感じだったよね、チームとしいや、絶対そうです。それはそうですね。なんとなくもう戦い方は決まってたけど、まあまあ相手の実力見ても、そんなに楽な相手ではないなっていう感いや、結構じ。ね。緊張した記憶がありますね、もちろん。ワクワクだして。から多分結構キック、こっちもキックでエリア取ってて、向こうもそうで、いいキッカーがいてるな、向こうに。そうですね。フルバックさんがね、そこのやり合いでこう、どっちが優位に立てるかみたいなのは結構、ポイントやったかなと思って。あ、あとあれじゃないですか。やっぱりずっと話出てますけど、スクラムが入ってめちゃくちゃ弱いんじゃないかって。いじめのまあでも国。そこは絶対もう勝負どころで、ああ、それ思い出した。あの試合、話してた。あの年って、俺1番で、キイチ、6位。スクラムのね、だからキイチが、あの年はずっとフランカやったね。あ、フランカか。そうそう、あいつだから俺らの代はプロップやってて、まあまあ、やっぱ強くて、でもこう、まあ、あいつの個人の意思もあり、後ろ下がっててんな、フランカーとかで。そうでですね、も、ずっと。で、その時3番やってた斎藤も強くて、で、基本的にはもう、俺が1番で斎藤が3番で、まあ、リーグ戦とかは全然それで、まあ、スクラムも圧倒的優位にいけてたけど、最後練習したのがね、キイチを、まあ、入れて、練習の中でやった時に、やっぱキイチって強いなっていうことになって、だから、あの試合を決めてたのは、ゴール前になったら、プロップを入れ替えようって話をしてて。そうですね、ロックで、も来まあ、て斎藤は、ずっロッと、クでもすごい強いんよ。斎藤ずっとロックで、僕らの時だそからプロップでしたもんね。うそう。プロップやって、まあ、プロップ1年目ってのもあったし、で、もともとロックで、まあ、こう、俺らの時のスクラムって、やっぱ、後ろがどれだけ押すかみたいなスクラムやったから、やっぱ、重い斎藤がロックにいるってだけで、やっぱ、推進力は違ったし。一番強い形は、キイチを前に上げて、斎藤をロックにするっていうの。それをなんずっか、とね、こう、使わなかったよね、ある意味、リーグ戦は。で、こう入れ替え戦で、ゴール前になって急に7番つけたやつが前に上がってきて っていあれでう、すなんね。か、ある奇襲じゃないけど。工作とかもフランカーになって。結局は、それで、ね、スクラムトライみたいなの2本ぐらいあったんかな、あの試合、前半と後半と。1本ずつぐらいね。なんかそういうのも。なんか3日前ぐらいに決めてませんでした？いや、ほんもっまと、そんな、そうですギよリね。ギリで、3日前にもう1回組んでみて、あ、やっぱり強いなってなって。やっぱ強いなって。やっぱこの組み合わせが一番強いなってなって。そうですね。あと、結構さっきの PV にもめっちゃ映ってましたけど、スクラムがガン押しするじゃないですか。そしたら相手がもうクイックで出すんで、エイトが持ち出すじゃないですか。あ覚えれてる。を、林田を真横に置いて、あいつタックルがすごいから、そうもうやね。そこで煽ディフってェンさスのす。時は、林田ワーフの位置に置いて、持ち出したやつを仕留めるっていうの、あれもハマったね、完全に。あれ、試合中じゃないですか？変えたの。違うかな？いや、あ前？れも決まってたよ、試あれも合決め前ましかた。ら。決めてて。決めました。スクラムは多分勝てるってなって、で、押されたらもう絶対出てくるやつが決まってたよね、プなんレーか、が。だからもうそこセンにター入る、あいつも。狙い撃ちで。だからあの試合も、結局、なかなか点って取れなかったけど、最初ずっと拮抗してたけど、後半ずっと敵陣に折れたから、そういうのがハマって。だから、まあなかなかトライを取れへんけど、ずっと敵陣に行って時間稼いで稼いで稼いでトライ取ったから、すごい、あっちよもかった。すごい嫌です。嫌だったでしょうね。パッと取ってパッと取られたら、あんまりね、こう、あれ、流れとしては良くないけど、粘って粘って粘って取ってで残り時間少ないみたいな、まあ理想的なね、パターンで。あとで、あね、れですよ。コモトが。そうでね、すげえ難しい、結構決めて。6点差か、8点差か、あみれたいで8点差になったんかな。な。それで、あのキックで、PV に入ってあのキックでですね、8点差で、そうなっ結て。構もう盛り上がりして、これは来たんじゃないかって そっもう。からなんかね、向こうの、なんかミスクペナルティーかで敵陣に入って、で、最後ダメ押しのトライ取ってっていう流れなのかな、確か。そうですね。
武田もと、武田と桑田の、まあ、リーグ戦投手ですけど、入れ替え戦特に、うん、エリアも勝って。だよね、キックがね、キック処理もうまくやってたし、エリアも取ってる。俺もあんな、うん、ああいう。結構あれですね、なんかまあ、まあ、リーグ戦は割と一辺倒じゃないですけど、まあ、スクラムとエリアとっていうのを徹底してるものが、うん、あいつも結構同じ土俵を捕まっちゃいますけど、エリアを取るっていうのは。うん。似てたもんね、チームの戦い方が。そこに、そこで勝負して、そこで勝ったって感じですね。まあ、真っ向勝負やな、ある意味。確かに、ある意味真っ向勝負。で俺、あの試合でもすげえ覚えてるとか、なんか、で思い出して今見てて、多分俺が思うターニングポイントやった、はいはい、シーンがあって、あの試合で。はいはい。前半結構、まあ、勝った。ってなんか一応先制して、で、わずかなリードで行ってたときに、はい、自身かな、で、俺がオフサイドしたんよ。はいはい。タックルで。で、俺はオフサイドじゃないって今でも思ってんねんけど、オフサイド取られて、確か5対3かなんかで勝ってて、かな、わからんけど、それでこう、ある意味こう逆転されるピンチを招いてしまって、うわこれまずいなと思って正直心の中でやってしまったと思った時何、まあ、かの表してマイボールになったんかな。いや相手がノックオン、あ、そノックオンしてんな。シンプルにでマイボールになった時にすげえなと思った。覚えてるかもしれんけど、ハーフのね、武田正勝が自陣からスタンドに、もうずっとねキック合戦やったからスタンドにパスホール、パスダミーして、あの、ポイントサイド駆け抜けてって自身すげえ気も座ってんなと思って。いや、笑いましたね。でも、マジか。もう笑っちゃったね、試合中。でも、すげえ助けられたかな、あれは。あれが結構、流れ変えたし、自陣から抜け出してね。もう、あれは、助かったな、と思った。もうあれすげえ、でも、ターニングポイントやったかな、あの試合の。あのタイミングであれできるのはやっぱすごいですよね。1年間で続けてバンバン人に言える感じですし、すごい度胸がある厚かましさがねいやすごい、でもあのプレーはすごいなと今でも思うな。ケントのサポートもビビるほどキープしましたでもいいあれが出たかもしれない。確かにね、みんないいところが出た試合やったからね、ある意味。そうですね、バックスはまあ、やっぱりオフェンスはリーグ戦投手ですけど、難しかったですけど、ディフェンスはそうですね、良かったかもしれないですね。ああ、まあまあまあ、でも、相手もね、結構そういうチームやったから、ディフェンスは勝ったかったしね。はいはいはい。確かに、入れ替えす。エリア取ってってですね。まあ、入れ替えすね。木村さんは正勝のシーンですか？うん、俺、あのシーンからすげえ印象的なの。あ、僕は小本ですね。まあ、あ、まあね、なんか結構あいつも1年から出てて、まあそうやね、あいつも1年出てて、あらゆる大事な試合であいつがとどめさせてるじゃないですか。いや本当にそうやと思う。あいつの代の東大戦もそうでしょう。そうやね、だからいい決めなあかんときいいとこ持ってくよな。いやもう小本はちゃんと決めるし、あ、すごい、うん、いやすごい選手やなと思う。え、結構でもどんな緊張してた？いや緊張してましたよ、してましたしてました。やっぱ全然違った入れ替え戦の気持ちって。全然雰囲気は違いますよ、なんか。まあ悪い感じでもないですけど、まあ結構、うん、自然な感じだったと思うんですけど。ちょっとみんな緊張してたと思いますね。うん、プレイに出たらどうこうはないですけど。でもこれ2年連続入れ替え戦やったわけやん。はいはい。やっぱこう負け続けて出る入れ替え戦と勝ち続けて出る入れ替え戦全然違ったね。全然違いますね。うん、あの悲壮感はやばかったですね。うん、なんかこう、ある意味上から下の時ってこう、負けたあかんっていう気持ちが強くてさ。ネガティブ。そうそう、ネガティブな。下から上はまあ、ねえ、いけいけやん。緊張感があるものの、どうなんでしょうね。でも B から A ってのは
A と B と B と A もまた。また違うやんな。A と B と B、B と C と A と B。また雰囲気が変わりそうです、ね、そこは。あるやろね。まあ、行ったことあるか分かれへんけど。また未知の世界。未知の世界。そう、またね。行ったら、応援行きます。一見かねて。あんまだからさよね。だ自分の4年生の時の入れ替え戦ってあんま覚えてないもんね、正直。うん、そうだね、なんか。そんな。もう、序盤で、めちゃめちゃ。もう結構さ、もう実力さあったやん。終わってみれば。もう行った時点で、入れ替え戦に行ってしまった時点でもう決まってたみたいなね、ところもあったし。そうでしたね、めちゃくちゃ強かったです。うん、だから、うん、上がるときの方がなんか、相手もね、反対っていう、うん、まあ、あれ国公立でっていうのも、まあ、いろんな環境、状況も重なって、なんかまあ、濃い試合やったかなとは。そうですね。思うけどね。うん、いや、今も BV 見てなんか、覚えてるもんやなと思ったもんな。全部シーン、うん、結構蘇ってきたね。まあ、結構硬い試合でしたよね。いつにも増して。うん、だからあんまりなんかお互いね、ミスなくというか、ビッグプレーもなく、ミスもなくみたいな。ジャブ打ち続けた。あんま派手なプレーできへんし、お互い。逆に向こうは割とその12、15あたりがランナーやったんかな。確かに。はいはい、結構そこをしっかり止め続けるみたいな、はいはい、まあ、ミッションもありので、こっちはね、どっちかにその ランデっていうチームじゃなかったから、とりあえずその辺を止めて止めて止めて、まあね、セットプレーとか、ああいうので、こう、ペナルティ取ったらエリア取ってみたいな、はい、まあ、1年通してそうやったけど、硬い試合だろうな。緊張感、入れ替え戦か。でもまあ、やっぱ相手のこう試合後の向こうの雰囲気見てるとなんか1年前思い出して、いや本当に、ああ、なんかすげえ気持ちがわかるじゃないけど、結構キャプテン、こっちはホッとしてる。向こうのキャプテン本当に留年し、就職決まってたけど留年して残ろうかやろうかって思ったらしいですね。あ、そうなんや。あ、ちょっと噂なんで、ちょっと、あれですね。やめてください。いや、ほんま、ある意味だから、俺、ラッキーやったかもしれない、そういう意味では。俺、一応、チャンスをもらってというか、結果的に。裏出してももらえたし。木村さんがいる間に、一番強くなったって。どっちも、だから、経験したら、一番、すごい。そこも、一番上も、経験したから。やっぱ志村さん、あれです、兄弟ラグビーの重要人物になるんですよ。いやいや、6年やった。疫病神みたいな感じかもしれない。いや、でもほんまに、うん、すごい激動やったかもしれないですよね、あの3年は。ジェットコースターみたいなの感じやったからね。すごいですよね、M2 まで。みんなやったらいいと思いますけどね。まあまあね。うん、いいに言ってないんで、何も言えないですけど。なんかあの俺も釈明だけしておくと、なんかあれやろね、別に俺残りたいなんて一言も言ってないからもう騙されて、とりあえず怪我人が出たから助っ人で来いって言われて、で合宿ちょっと顔出せって言われて、で気づいたらだいたいリーグ戦の前に同車線があって、うん、ちょっとメンバープロップ足りへんから入れって言われて、で蓋開けたらリーグ戦も入ってるみたいな。俺別に出ますとも言ってないし。あ、なんかそうですね、そういう作戦でしたね。もうすごい完全に騙されて俺出ててんけど、まあそれに分かってて乗っかってる節もあるけど、こっちもこのまま行くんだろうな、まあ、と思いながら、まあまあそれだけ、まあフロップってある意味、まあ替えが利かへんポジションやっててもあるんかもしれんけどね、はいはい、どうしてもスクラムを組むから、ね、怪我のリスクもあるし、でも、まあ、結構、
コアな話で申し訳ないけど、プロップってやっぱ30になってからが一人前って言われるぐらい、こうね、やっぱ技術というか経験がもの言うんだと思うけど、はい、俺今の方がスクラム強いんちゃうかなと思うので、当時より。え、シックスそんなに、クラブチームそんなにやるんですか？全く組まへんけど、練習では。うん、なんか今組んでも、俺多分今の現役やまだ勝てるんちゃうかな。スクラムだけは。うん、なんか体が覚えてるし、なんかまあ、うん、たまに組んでも、意外にいけるなっていう。体は鍛えてますか？感覚はある。体は一応鍛えてるけど。まだまだやっぱスクラムは、俺ちょっと強くなる自信があるな。あ、すごい。趣味、スクラムでやってる、ね。うん、だからラグビーじゃなくてもスクラムやったからな、俺がやってたの最後の2年間。スポーツが違ったから。かっこいいですね、そんな。あ、それだけ、まあそういうね、なんか許されるスポーツでよかったよ。ある意味。あんまでもすごいな。だから今日、まあ今はね、やっぱコロナもあってあれやけど、まだスクラムとかもね、こう、まあどうしても組まないとさ、数、こう組んでない、俺がやらないけど、はい、今、やっぱ数組んでみたいなところもあるしさ。はいはい、うん、ね、そういうのに少しでもこう人集めて、ね、現役のコーラの練習台になればとは思うんやけど、うん、言っても俺も1年生大学入って1年度やんでスクラムなんてもうびっくりするぐらい弱かったから誰にも語れへんし、はいはい、もういつも練習で押されまくって一人で練習終わってからスクラムマシーン押してとか、そんなんやったらね。おぉ、うん。全然スクラムなんて、4年生になってようやくかな。はいはい。あ、楽しさを覚えて。楽しさが、まあ自分のこう、武器になったのは。おぉ、うん。まあだから、まあスクラムに限らずだと思うけど。そうですよね。やっぱ押し出すとみんな好きになったし、ね、うん。なんかまあ、だから、まあ、俺も、まあ、言うてもここ数年ではね、スクラム結構強かったので、全然今の現役なんて、もっと俺が1年生の時に比べたらみんなもう余裕で強いから、まあ、また言い出すとまたスクラムのチームになるようで、難しいところだけど、まあまあ、全然あの可能性は、とか今のね、現役のコーラも能力が高いから、うん、楽しみやね。で、いつ、俺も行ってスクラム勝てへんくなるかっていう、あの、無事に行って負けるかっていう。今定期的に勝てるかチェックしてるんですか？いや、もう今はもうね、あのあれでグラウンドは全然行けてないけど、コロナもあって。うん、でも、まあ、去年とかはね、たまに、まあ、B 戦とか組んだりとかもあるし、はい、うん、行ってた、うん、行ってたけどね。なんかそういうのも。OB の楽しみ方なのかな、こういうのが。まあいいですよね。練習、現役は、なかなか、対人で練習、試合みたいな。生まれへんからね。うん。うん、全然入り替え戦と関係ない話になっちゃったけど。申し訳ない。